ありがとうございます。この試合にもう一度お披露目くださいませ。ありがとうございます。東京のことで失礼いたします。改めまして、今回の参議院選挙を立候補しております NHK 党党首立花隆でございます。私は立候補してないんですが、 NHK 党から82名の候補者が立候補しております。特に我々は全国比例そちらでございます。ガーシーという暴露系 YouTuber、 不正なく隠し事がない人たちはNHK 党を応援してくれています。我々は隠し事はありません。少なくても私はお金の問題、女性問題、こんなもので皆さんにバレてしまって困ること何一つありません。クリーンにやってます。何よりも国民の皆さんからお金いただいておりません。他の政党はお金をくれ、タンパをくれ、平気でやってますよね。国民の皆さんが生活が厳しい、電気料金値上がり、物価も値上がる、給料は上がらない、年金は下がる、こんな中でね、政治家が国民に寄付ください、恥ずかしくてよくそんなことが言えるなと。集めたお金は選挙のポスターを貼ったり、街角を汚すような2連ポスターを貼ったり、選挙じゃないのに大きな音で外線の車を回したりしています。このような政党とは我々は全く違います。確かに言ってることが斬新すぎるから怪しいと思うかもしれませんが、よく聞いてみてください。我々は皆様からお金1円も受け取りません。政党助成金のみで運営しております。選挙の投票1票250円、選挙区と比例区投票いただければ500円が我々 NHK 党に国から政党助成金という形で入金されます。このお金を使って選挙の時に少しね、この18日間だけはこのように選挙カーを使い選挙運動いたしますが、基本我々は NHK の被害者をお守りすることだけにお金を使っております。このような非常に合理的で国民の皆様にご負担をかけない、そして公約、言った公約は確実に果たしていきます。 NHK から被害を受けておられる国民をお守りする、この公約をこの3年間愚直に果たしてまいりました。ぜひこれからはこの NHK 問題だけじゃなく、この日本の腐りきった組織、まさに腐った権力と戦っていくのが NHK 党であり、比例代表で立候補しているガーシー、もちろんその他の候補者も頑張ってまいります。我々は裏表がない、まさにお先、他の党はね、本当にお金に汚い人たちの集まりですよ。だからそこのところよく理解をしていただいた上で納得をして、今回の選挙我々 NHK 党の候補者に投票していただきたいと思います。日本を変えていきます。正直者がバカを見ない日本に、真面目に生きている人が報われる、悪いことをしている人はしっかりと制裁を受けてもらう、そういった日本にしてまいります。そのために今ね、悪いことをして正直に話をしないドラマの主人公、主演をしている綾野剛さん追い詰めております。楽天の三木谷社長も追い詰めております。もちろん自民党の政治家である木原誠二さんも追い詰めています。彼らは非常にずるいですよね。我々がこのように正々堂々とマイクを持って公の前で悪口言ってますよ。でも彼らはだんまりですよ。ツイッターでも反論してきません。どちらが正しいことを言ってるのか、ぜひ国民の皆様にご判断をいただきたいと思います。続きはぜひホリエモンの YouTube や私立花隆の YouTube、 そしてヒカル君の YouTube、 我々 NHK 党の候補者の YouTube などをご覧いただければ、もちろんガーシーチャンネル、ガーシーの YouTube をご覧いただければ、何が真実であるのか多くの人が知ることになると思います。ぜひ正義の一票、
あなたの一票で変わります。今回の選挙は確実に違う。我々 NHK 党というこれまでの政党とは違う YouTube を使った政党、真実を述べる政党が立候補しておりますので、皆さんの貴重な一票、選挙区東京都民の方は松田美樹、2枚目の投票用紙はガーシーと書いていただき、日本を革命を起こす、日本に革命を起こすガーシーの誕生、ガーシーが国会議員になれば来週日曜日テレビ局はもうガーシーを扱わざるを得なくなります。皆さんの力でガーシーを国会議員に押し上げていただきますことをお願い申し上げまして、私の街頭演説終了いたします。ご清聴いただきありがとうございました。参議院選挙に勝ってNHK をバックワーズ。ありがとうございました。